日本映画でですね、僕は一番大事にしている映画がありまして、松竹映画パスナノーツアーですね。その中のテーマ曲宿命から白い道へというですね、1974年の映画です。主演は加藤剛さんとか松竹のオールスターが出ております。ご覧になった方はよくわかると思いますけど、なかなか曲がですね、つかみにくい曲なんですね。ただ画像の方が強烈なんでね、だから私も大変苦労してこのメロディーを集めてですね、何回もビデオを見て短く仕上げました。はい、ご苦労さん。